高道の区は日本のプロレスラー。本名、非公開。2002年4月に有限会社会園体同場を設立して2019年1月まで代表取締役社長を務めていた。父が雪印に勤めていたため、千葉県四街道市、石川県金沢市、岩手県盛岡市と転勤を繰り返していた。岩手県立盛岡工業高等学校を卒業後、 ユニバーサルプロレスリングに入門。1992年9月4日、ユニバーサルプロレスリング後楽園、ホール大会のタイスペルティグリート戦でデビュー。リングネームは、ユニバーサルプロレスリングの先輩であり、同郷でもあるザグレートサスケの若手時代のリングネーム、まさみちのくを引き継いだものである。また、サンドカサの旅ガラススタイルでファイトをしていた。9月、シリーズ終了後に、 サスケから、道のくプロレスの旗揚げ構想を聞かされて、道のくプロレスへの入団を誘われて、道のくプロレスに入団。以後、サスケと共に、道のくプロレスの設立準備を続けていた。1994年4月16日、新日本プロレス主催で開催された、スーパー J カップに出場。6月、新日本プロレスで開催された、ベストオブザ・スーパージュニアに出場。 同年、ルード軍、デルフィン軍団に加入したことで、クラン、ナニワとの抗争が勃発。9月29日、ナニワとのデルフィン軍団遺婚生産マッチ後にナニワと和解。1995年12月13日、船木勝一とタッグチーム、夢カリュードを結成。1996年6月14日、船木と共に、ルード軍、海援隊デラックスに加入。 1997年5月、メキシコ遠征に行く。7月、WWF でサスケのトライアウトの対戦相手に指名されて、カナダで2連戦が行われて逆にタカがトライアウトに合格。理由は、サスケの体調が良くないことと黒小族がアメリカでは悪役にしか見られなかったことが影響している。このことでサスケは横取りされたと激怒して二人の中に亀裂が生じた。 10月に WWF と契約。10月10日、道の区プロレス両国国技館大会に参戦。サスケとのシングルマッチが行われて敗れた。試合終了後にサスケと握手を交わした。12月7日、王座決定トーナメントで優勝して、初代 WWF ライトヘビー級王者になった。1998年3月29日、WWF で、 年間最大の祭典であるレッスルマニア14に日本人レスラーとして初出場。アギラとの WWF ライトヘビー級選手権試合に勝利して初防衛に成功。また、船木とのタッグチーム開演隊では英語でマイクアピールができないという欠点を逆手に取り映画の吹き替えのように口と声が合っていないマイクアピールを行い不思議な人気を獲得。この頃、 海援隊の T シャツが売り上げ、ナンバーワンになったこともある。1999年3月13日、道の区プロレス、八幡町民総合体育館大会に参戦。WWE に参戦した当時は、メジャーリーガーと、その立場を野球に例えられたが、本人はメキシコ遠征の延長で、そこにつながっただけと思っている。しかし、24歳から28歳の一番からだが、 動く時期に、プロレス開催大手の表も裏も見えたのは本人に、とって良い経験であり、毎週身長2メートル級の大男にやられたことで、耐久力もついたと振り返っている。2000年10月、プエルトリコに、日本人、プロレスラー養成道場、海援隊道場を設立。2001年、怪我で欠場。2002年3月1日、 横浜アリーナで開催された WWF の日本公演で船木の試合にセコンドとして登場したのを最後に WWF を退団。3月、海援隊土ジがプエルトリコから撤退して、高の地元千葉県に拠点を移した。4月20日、リファ有明で海援隊土ジの旗揚げ戦、クラブ、K スーパー EV を開催。2003年、全日本プロレスが、 無党刑事体制になって以降、壊れて全日本に参戦するようになり、外国人レスラー軍、ロー &D を団体内の一大勢力としてまとめ上げた。また、巧みな話術を生かし、工業スタート時の前説も務めていた。2004年10月24日、プロレスリングノアに参戦し、金丸義信の GHC ジュニアヘビー級王座に挑戦。2005年1月5日、 全日本プロレスの世界ジュニアヘビー級王座を獲得。1月10日、海援隊ドジョのチャンピオンオブストロンゲスト系王座を獲得。全日本プロレスの世界ジュニアヘビー級王座、海援隊ドジョのチャンピオンオブストロンゲスト系王座、道の区プロレスの東北ジュニアヘビー級王座の参加王となった。7月3日、ドラゴンゲートに参戦、も月シュゲアキのオープンザドリームゲート王座に挑戦。 12月9日に開催されたインディーサミットにも出場。2006年、ロー &D の活動は、ブルードゥ・マーダーズとの解散マッチに敗れたため終了。6月4日、友道のくとのタッグで、うー、ハードコアタック王座を獲得。12月31日に開催されたインディーサミットの選手権マッチメーカーとして出場。2007年2月、 カズハヤシラとメキシコに遠征するはずだったが、車上嵐により、パスポートを紛失したため、日本に残った。全日本プロレスの3月シリーズより、偽メキシカントリオ、メキシコアミーゴスのリーダー、ペペ・ミチノクとして登場。偽物感あふれるメキシカンテイストで人気を博した。一方、プロレスリング、ノアの4月シリーズにおいて、一度タモとを分かったブキャナン、ディーロ・ブラウンと、サイド君で、 ローアンド &D を復活させた。2007年5月2日、新日本プロレス後楽園ホール大会で統合とのタッグで IWGP ジュニアタッグ王座をダッシュした。8月12日、開園体土女後楽園ホール大会でストロンゲスト軽トーナメント初優勝。2007年12月、ブログで結婚したことを発表。2011年1月30日、 新日本プロレスの後楽園、ホール大会に、野沢と共に突如姿を現した。そこで、IWGP ジュニアヘビー級王座と、IWGP ジュニアタッグ王座へ、挑戦表明をした。小島佐都 MVP、大地、野沢らと共に、小島軍を結成。2011年2月20日、仙台サンプラザホールにて、プリンスデビットの持つ IWGP、 ジュニアヘビー級王座に挑戦。ラ・ケブラーダなどを放ち、デビットを追い込んだが、最後は、デビットのブラディ・サンデーによって敗れた。5月3日の福岡国際センターでの小島対、真壁型なぎ戦の試合後、新壁に敗れた小島を大地と共に襲撃し、小島軍が解体された。この後突如現れた、鈴木実と結託し、鈴木軍を結成。 この試合を機にタックを結成した、小島、新壁と構想を展開。2011年11月12日、同年2度目の IWGP ジュニアヘビー級王座に挑戦。しかし、デビットのブラディサンデーで敗れた。2013年5月11日、南条隼人に勝利して、インディペンデントワールドジュニアヘビー級王座を奪取。鉄平に敗れるまで16度の防衛を果たしている。 2013年から2014年頃は、海援隊土壌の経営危機器であり、ブルーフィールドの家賃も支払えなかったという。しかし、戸枝ダ都に出会い、会社の立て直しをしてもらった。2017年8月、全日本プロレス45周年記念両国大会、新たなる決意で、ブラックタイガー7と、組アジアタック王座に挑戦。2017年9月4日の、 高道の国25周年記念大会、シンプルイズベストでは、イブシコうタとタッグを組むことが明かされた。当初、吉田綾人とを岡田和地下と対戦させたかったが吉田が怪我をしてしまったため、ならばここは自分のやりたいことをやろうと思って、メッシブセとのタッグを組んだ。メイン以外では、海援隊同女の若手にチャンスを与えている。グレートサスケ、スペルデリフィン。 ディック・統合の三人タッグなどのこれまでにないカードも見られている。この興行を計画した背景には、バンビやエリナという所属している二人の女子レスラーが、どこまでた団体のメジャーどころに通じるかという狙いもある。2015年より、開演隊ドジョイズム継承マッチを行っていて、本田歩夢、道口・義弘、吉野幸太郎などの若手選手や、広東内やバンビと対戦を行う。 高い枠無駄な技を減らし、頭から落とすような危険な技をせず、ロープワークや無駄なフォール、打撃すらも極力削り取った、一点集中で試合を構築し、自らの必殺技一発で勝利する試合が、開演体ドジョイズムであるという。2018年11月6日、フラッシュで不倫が報道された。2019年1月19日、 記者会見を行って1月30日付で、海演隊土壌の取締役会に及び対談することを発表。対談に関しては、本人の責任を取りたいという希望による。対談に際して、週刊プロレスは、後輩の手本となるべき存在であるにもかかわらず、実際は、反面教師になってしまった、SK 王座を持っていたのは10年も前になり、 ここ数年は前線に立ってなかったので、いなくなってもリングに大きな変化はないと不倫報道の責任をほのめかし、海援隊土壌での重要性が低くなっていたことも指摘している。4月11日、プロフェッショナルレスリングジャスト TAP アウトを設立することを発表。7月8日、後楽園ホールでプロフェッショナルレスリングジャスト TAP アウトの旗揚げ戦を開催。 ありがとうございます。